エクソンモービルはアメリカが州国テキサス州に本社を置く総合エネルギー企業である。石油メジャー最大手であり、スーパーメジャーと呼ばれる6社のうちの1社である。エクソンモービルは世界200カ国以上で事業を展開している。21カ国に38の石油生成所を展開し、毎日の石油生成量は630万バレルである。エクソンモービルが保有している。 石油埋蔵量は2007年末で720億バレル換算とされ、現在の生産量で14年以上を持つと予想される。前身であるエクソンとモービルは、共に第二次世界大戦後から1960年代まで、石油の生産を、ほぼ独占状態に置いた、セブンシスターズと呼ばれる国際石油資本の一つであった。特にエクソンは、かつてギネス世界記録で、 売上最大の企業として認定されていたことがある。元々は2社とも、ジョン・ルック・フェラーが1870年に設立したスタンダード・オイルの流れを組む企業である。スタンダード・オイルは1911年、アメリカ連邦最高裁により独占禁止法違反で解体命令が出され、34社に分割する判決が下された。分割された34社のうち、 ジャージー・スタンダードが最終的にエクソンに、ソコニーが最終的にモービルになり、1999年に両社が合併してエクソンモービルとなった。現在のエクソンモービルはエネルギー資源の炭鉱、生産、輸送、生成、販売までの事業を垂直統合で一括で行っている。1956年完成のソコニーモービル、ビルディング。 1940年、そこにイバキュームの価格設定問題が問題になり、アメリカ連邦最高裁におけるアメリカ合衆国体、そこにイバキューム裁判判決により、価格カルテルの違法性が公式に認められた。エッソ地球を表す楕円形の中にエッソの文字が入り、E は三様数字の3を左右逆にしたような丸みのある字体となる。ペットマークはで、 エッソタイガーないし、単語タイガーと呼ばれる。このほか、オリジナルキャラクターとして、オイルの雫をかたどった、ドロップボーイと、ドロップガールがある。エッソは、スタンダードオイルトラストが解体された後に誕生した、スタンダードオイルニュージャージーの商標であり、米国東部中のスタンダードオイルという意味だが、分割後のスタンダードオイル各社に当てられた、商標、SO と混同するとされ、 現在、米国では使用されず、代わりに社名にもなった、エクサを使用している。全米で、エッソ商標が使用できなくなったため、代わりにエナジーコーポレーションを示す、アンコーに改名し、続いて、全世界の商標をアンコーに切り替える計画を立てたが、日本法人からの、アンコーは日本では、エンジン故障を意味する俗語であるという意見により、使用を取りやめ、エクサに変更した。 ブランド名変更当初に日本法人もエクソンを名乗る予定であったがクソという部分が不快に感じるとの配慮からエッソを商標名とし続けた。なおエッソの称号は日本では戦前に航空機用潤滑油として一部で使用されてきたが1961年にスタンバック車が解体されてエッソスタンダード石油が設立された時より本格的に使用された。 テキサス州の店舗、セブンイレブンを併設する2001年に開店。エッソの商標は前述の理由で、ニュージャージー州等以外では使用できなくなった。そこでそれらの地域では、テキサス州等ではハンブル、多くの州ではアンコウ等のブランドで営業していた。しかし、シェルやテキサコは単一のブランドであるのに、ジャージースタンダードは地域によって、ブランドが異なっており、 全米統一ブランドが求められていた。それにより1973年に誕生したのがエクソンである。なお、日本やカナダなどの諸外国ではエッソのまま営業している国は少なくない。なお、日本ではエッソタイガーと呼ばれているキャラクターがエクソンブランドの給油所が展開されている国々ではエッソの部分をエクソンに置き換えられエクソンタイガーの名称で呼ばれている。 元来は、スタンダードオイルトラストの解体時に独立した、バキュームオイル社が開発した、航空機用潤滑油の商標。ライト兄弟が航空機の実験飛行に使用したと言われる。1931年、スタンダードオイルオブ、ニューヨーク社と合併して以来、そこにバキューム社の潤滑油商標となる。日本でも、モービル油、モービルオイルと呼ばれ、 潤滑油の代名詞として知られたが、1960年代に全米、全世界向け同社統一商標として採用され、以降、モービルガソリンなどが販売された。ペットマークは赤いペガサス。スタンダードオイルトラスト時代に全米各地でペガサスの商標が使われていたが、現在の商標は、そこに誕生後に日本の横浜で誕生したもの。日本では長年、 ペガサスガソリンと呼ばれた。また、日本国内では、モービロイルの文字が書かれた防火壁が一般的で、給油所のカラーリングが空色だった1967年頃までに、建造された多くの給油所で、サービスルーム入り口部分の屋根が鈍角 V 字型という特徴的な形をした建物が、建造されたり、鉄柱を使い取り付けられた円形の傘のような形を、 した独特なキャノピーがガソリンの軽量器の上に取り付けられ、それらが赤いペガサスマークと共にモービルのガソリンスタンドであるという目印のような役割も果たしていた。そして、それらのサービスルームやキャノピーが残るたブランドに変更された、あるいは独自経営となったり、廃業後に廃墟化した給油所の場合、森なり時はモービルブランドの店舗であったと推察される。 なお、日本国内でも給油所のカラーリング後に全店ォールホワイトとなり、エネオスへのブランド変更前の末期には一部店舗でキャノピーが紺色に白のラインが入ったツートンのカラーリングに変更され運営されていた。日本での事業は1961年に設立の EMG マーケティング合同会社を中心に運営されていた。石油製品 石油化学製品の販売を主要事業とし、同社を親会社とするエクソンモービルジャパングループを展開していた。エクソンモービルのブランドであるエッソモービルに加え同年ゼネラル石油のブランドであるゼネラルも展開し、2005年時点でこれら3ブランドのガソリンスタンドを5917件展開していた。EMG マーケティング合同会社は、 合同会社へ改装した当初は、エクソンモービルの100%子会社である、エクソンモービルアジアインターナショナルサールが100%出資している会社であったが、その後、親子関係が逆転し、当年ゼネラル石油が99%出資し、残りの1%をエクソンモービルの子会社が出資する形となっていた。このため、当年ゼネラルグループの一社となっていたが、 2017年1月をもって、東年ゼネラル石油に吸収合併され、EMG マーケティング合同会社は消滅した。なお、モービルブランドの潤滑油事業に関しては、東年ゼネラル石油の子会社として設立された EMG、ルブリカンツが承継し、東年ゼネラル石油が JX エネルギーと統合され、JXTG エネルギーとなったことに伴い、 エネオスの子会社となった同社が輸入、販売を継続している。1985年に、資本金3億円で設立された、エクソンモービルカタリスト株式会社は、第一に、石油化学製品及びその他、有機化学工業製品並びに、無機化学工業製品の貯蔵、売買及び輸送。第二に、エクソンモービル関連会社による、石油製品、石油化学製品、 液化天然ガス並びに、その他製品の販売に関する、仲介業、第三にエクソンモービル関連会社のためのエンジニアリング及びコンストラクションサービスを運営するが、2012年5月に組織再編し、エクソンモービル、ジャパン合同会社として、再設立された。所在は、1997年までは、東京都千代田区大手町の産経ビル、以後は、 港区江南の W ビルに移転し、2012年には品川グランドセントラルタワーにオフィスを増設した。同社の業務執行社員は2000年に設立され、アメリカ合州国デラウェア州ウィルミントン市に所在のエクソンモービル、デラウェアホールディングスインクである。2018年2月には品川の同住所に日本法人のエクソンモービル LNG、 マーケットディベロップメントインクが設立された。ありがとうございます。